もっとちょっと具体的に言うと、どのような関係性だったりお互いをこう意識されていたりしたんですか？まあ、先週20年、工事15年やらせてもらいましたけど、一番誰で飯食いに行ったのは斉藤と思う。あ、そうなんですか、うん、一番多いと思う。でも給料こっち高いから割り勘割り勘よ、割り勘割り勘だったんですか？そうです。あれ、いつも奢ってはるってことは、一番こう信頼を置いていたキャッチャーで、まあ、肩とかはそういうのは、まあ、あまり普通ですよ。手を置いて普通です。どう言っても俺平成の大エースって言うしさ、はい、サイトル取ったタイトル、皆さん、はい、最多勝5回ね、3枚と3回、まあ、大したことないけど言ってたーい、たまに言うわけね、だって分かんじゃねえと思うけど、やっぱりすごいピッチャーだった。逆にそう、やっぱこうやってね、プライベートでも仲が良くて、うんうん、でこうバッテリーもたくさん組まれてきたお二人の中で、うん、こうお互いがこう活躍したゲームとか、こうお互いがこう、まあ、バッテリー組まれて何試合も何試合もやられてると思うんですけど、うん、このゲームのこのバッテリーのこの配球は最高だったって思われるこうベストゲームみたいなものっていうのはありますか？いい？俺まあちょっと 10.8 なんだよ、やっぱりね。10.8 なんだけど、僕ね、二村さんを三振取った場面があるんですよ、一、うん、個ね。まあもう村さん覚えてないと思うんだけど、その時ね、もう二村さんっていうのはもう追っつけたりするのがすごく上手で、二、はい、村ご兄弟のお店ね、そう、真ん中かな、はい、ですね。で、その時も多分二村さんスライダー待ってたと思うんだよね、はい、スライダーっていうかカーブを狙ったと思う、うんうん、でこう、まあ、うまく監督追い込まれたんだよね。で最後やっぱり村さんが、俺、まあ、村さん多分カーブかなと思ったらインサイドのまっすぐってサイン出たの、はい、俺も、うん、でもインサイドのまっすぐちょっとあんまり投げる自信はないよ、あんまり、はい、あんまり得意じゃない、はい、だけどその時はさ、俺も、うん、カーブ行ったらいかれる、ヒット打たれる気がした、うん、でまっすぐって言って、まっすぐバッて、それがまたいいとこ行ったの、はい、142キロのまっすぐ、はい、それ俺覚えてるの、それがすごくね、それ印象あるんだよ。それが一番こう、でもあれですよね、お互いの次のボールが、ネクストボールが一致した瞬間ですよね、うん、そんなのいっぱいあるんだけど、はい、でも覚えてるというとそれなんだよ、ね、覚えてらっしゃいますか？いや、うまいっすね、覚えてない覚えてない10.8 はもういい思い出だったと思うし、はい、でもね、俺さっきたまたまここに早めについて2人で世間話して、はい、そんな斉藤と何やろうと思った時に辞める年に、はい、もうあれ神宮2001年でしょ、うん、あれ神宮やから9月か10月か、うんと9月ぐらいですね、9月か、でもお互いも辞めるってもうお互い決めてるわけね、はい、で神宮球場で斉藤長継ぎやってても、はい、連投やったわけ、はい、でマウンド行ったら、大丈夫かって頑張るよって頑張れってもう3連投か4連投目やったんだな、うん、で三振ゲッツ取ったことあんのよ。はい。それをね、すっごい覚えてる。そうね。それも覚えてる。ランナー、真中、バッター、宮本。おー、はい、はい。それで、その時もう晩年だから、はい、今までそんなシュートなんて投げてなかったけど、はい、もう、こねくり回してたシュート投げてね、ギャグ、そんな感じだったのね。まあ、キリがないから。でその時、シュートのサインが出た、うん。で、シュート投げたら、まあ、いいとこ行って、宮本が。はい、空振りして、はい、三塁線から投げて、はい、三振ゲッツ、それも覚えてますね、覚えてる、でね、宮本って三振しないんだよ、そういうこと、はい、ほとんどしないの、はい、俺らの三振ならね、頭ないわけ、はい、なんかこれで打てへんかな、うん、みたいな、もう詰まって、なんかもううわ、三振した、三振したのびっくりしたし、で投げたアウトだってなったのもびっくりしたんだけど、うわ、アウトだったわなるほど、で、また俺がやった天下の斉藤が、もう最後の年、もう先発ダメで、長継ぎずっとやってて、うん、で、マウンドで、斉藤また来たなーって、大丈夫かーって、大丈夫みたいな。そんな、すぐ覚えてるね。でも、今ちょっとお話出ましたけど、こうお二人とも同じ年に辞められたわけじゃないですか。それっていうのは、もうなんか先にこう、偶然同じ年だったのか、うん、それとも先にちょっともう今年でっていうのお話を二人でされていたんですか？偶然だったんです。そういう話はしないよ。なんか、まあ駆け引きじゃないけど、そういう話はしたことない。あ、そうなんですね。例えばコーチを
一回辞めれた時もあるんだけど、はい、その時も、まあ、一緒に辞めてるんだけど、その時もそういう話は一切してない。あ、偶然なんですね。そうなんだ。え、なんかこうファンから見ると、なんかこう同じ年に、しかもこう、その時、牧原さんも一緒にでしたよね。中島さんが優待する。そうですよね。で、乗っけてもらったの。そう、だからなんか一番見てた、ピッチャーお二人とキャッチャーの方がいなくなっちゃった。え、一緒に辞めたのかなぐらいな風にこう子供ながら思ってたんですけど、うん、そういう話はもう一切せずに。そうなんですね。え、お互い。村さんはまだできたんだよ。村さんはどっちかというともう辞めさせられちゃったんだよね。やめた。そこはちょっと掘り下げていいのかいけないのか、ちょっと大人な。僕は、本当は2000年の時に辞めようと思った。はい、はい、この2000年の時にもう足怪我してて、それで8月ぐらいまでずっと二軍だって、うんうん、でもう迷惑かけてたんで、でその時ほら日本一になった時だから、はい、長嶋さんと王さんの日本シリーズ、ね、はいはい、あの応援の対決の時ですよね。よかったな。で僕4戦目日本シリーズに出してもらったんで、勝ったで勝ったの、うん、でももう自分の中ではもう辞めると思ったから、いつ中嶋さんに言おう、まあ、監督に言おうと思ってて、で4戦目勝って2勝2敗になりましたよね、うん、で5戦目高橋尚成に勝って王手かけて戻ったじゃないですか、うん、ドームに、うんうんうん、それで6戦目の始まる前に、あ、今日もし勝っちゃったら日本一になったらワーワーなってそんな話してる時間取れないなと思ったから、はいはいはい、6戦のゲーム前に中嶋監督のところに行った。試合前にですか。うんうん、でコンコンつって、はい、でまあ、マネージャーの人に時間取ってもらって、うん、で監督、今日本当はもう今年で辞めさせていただきますって言ったのね。そしたら、そんなことないよ、まだできるよって。あんまり似てないよ。似てない。長嶋監督のモノマネですよね。そうやって言ってもらって、で、まあ、自分の中でもまだやりたいっていう気持ちもありの言ってたから、うん、はい、で、ああ、そうなんだと思って、で、辞めるの辞めたの。簡単やな。簡単やな。本当だ、本当は辞めたくなかったんだよね。だけど、まあでも、こう、チームに迷惑かけて、やっぱ働いてないっていうのがすごくあったから、うん、で言ったんだけど、まあ、そうやって止めてもらって、で、2001年やって、一緒にまあ辞めることになっちゃったってことですよね。やっぱその長嶋監督にそんなことないよって言われた一言っていうのは、うん、やっぱこう、まあ嬉しかったよね。どうですよね。嬉しかったんだよね。誰か止めてほしかったんだ。まあそうだよね。そういうことか。本当そうだよね。まだやれるよっていう一言が。もしその時長嶋さんが、お、一緒だった、お疲れさんって言ったら、え？と思った。え？でもまあもちろんやめてましたからね。そうなんです、ね。言ってたもん、あの先発じゃなきゃもうやめるって。あ。やっぱそれほど先発にこだわりがあったんですか。いや、まあそんなことはないんだけど、でもあの試合に、要するに試合にも出てなかったから、うんうん、だからやっぱりそれは一番いけないことですが、まあ、うん、給料も結構もらってましたから、もらってたね。やっぱりそれはね、やっぱり一番チームに迷惑かけるっていうのは一番いけないことだなと思って、うんうん、本日はご来店いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております、はい。